はい、重岡チャンネルでございます。本日ですね、ご紹介する商品、こちらになります。アイシアさんからですね、出ております。タウリン2ロール3配合ということで、ささみのですね、ペーストタイプの、総合養殖になります。はい、こちらね、アイシアさんの分ですね、はっきり言って今回初めてです。ね、うちの、マッシュにあげるのはね、初めてになります。前回ですね、大量に買って、まあ大量って言われてないですけども、まあ猫パッパの分とかね、こちらの分買ってきた分のね、レビューさせていただきまして、今回ですね、こちらの開けるのはもう完全に初めてになります。これね。はい、ちょっとね、出してみましょう。これ 40g 入っております。この分ね。はい、まあ少ないです。っていうかね、これだけ見たら、これなんだって感じでしょ、これ。なんかわかんないですよね、これね。何の缶なんだって、これ多分ね、ポンと冷蔵庫入れたらね、多分子供食うと思います。これ、このまま入れたら。これ、この子ささみって書いてますけど、こんなもん見ないですからね。なんだろうこれって言って、羊羹かなと思って、パッと開けてしまってね、食うかもしれないですね、これね。まあ、開けたらね、なんかささみの匂いがするから違うだろうってわかりますけど、もう開けたら最後ですからね、こんなね、封してるからこんだけ持つだけだって、もう開けてしまったらね、すぐにね、開けないとダメですしね。食べないとダメですからね。はい。というわけでね、これね、一応 40g 入っておりますので、まあ1回で、あげたいと思います。はい、まあこちらね、与え方として1日ね、1缶、2缶であげてくださいということで書いております。まあまあ1つあげたら十分かねということで思いますのでね。はい、子猫は食べやすいふんわりペーストタイプということでね、はい、ちょっとね、開けてみて実際ね、確認してみたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。原産国はこれね、タイで作っておりますね。こちらね、書いております。タイってね、ちょっと見にくいですがね、字が見えないですね。映るかな？ちょっとピンボケして見えないかな？タイ、あ、見えましたね。タイですね。タイって書いてます。はい。はい、というわけでですね、こちらね、あ、ちょっとまたボケましたね。すみませんね。はい。こちらの方ですね、今回上げてみたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。これ、ほんとすごいな、これ。はい、上げます。はい、ではですね、早速ですね、もう開けまして、開封しましたのでね、開けてみたいと思います。はい、結構ですね、缶硬いですね。え、なんかくっついてる。ちょちょちょ。あ、もうなんかくっついてますね。べったりついてますね。これ、まあスプーンでね。こんなはずでは。ちょっと待って、マシュ。ちょっとくっついてるわ。はい、真っ白ですね、意外に、色が白いです。本当なんかささみのなんかアイスクリームみたいですね、これね。色がアイスクリーム化しております。はいはい、ちょっと汁、すごいですね、すごい食いついてます。はい、結構ね、食べてますね。美味しいのかな、やっぱり。もうやっぱ違うのかな、どうなんでしょう。あ、うまいのかな、これ。やっぱりなんかね、とろみタイプで美味しいのかな。あ、結構食べてますね。ほうほう、なんか結構食いつきがいいです。食べてます。はい、まあ実際ね、ちょっとね、初めの方はね、大概のものはみんなね、食いつきいいんです、はっきり言いまして。その後が問題なんですね。いつもね、紹介してね、ありがとうございましたって言った後にですね、全然食べないんですね、実際。そういうこと多いんですよ、本当に。もうぶっちゃけて言います。何も僕は、このメーカーとかに対してお金もらってるわけでもないですし、ただ本当に一ユーザーとして、ね、責任持って、情報発信してるだけですんで、本当のことをね、お伝えしたいという、ただそれだけです。メーカーさんからね、なんか文句言われようが何言われようが、そんな別にね、本当のことをこう言ってるだけで、ただね、まあ他の猫とね、まあその、なんていうんですか、やっぱりね、好き嫌いはあるでしょうから、一概にこれダメとかそういうわけじゃないです。うちの猫は食わなかった、食べなかったっていうのは、ただそれだけの話ですんでね、メーカーさんのね、作ってるあれが悪いなんてことは言ってないです。ただ、稲葉さんのやつは全然食べないというね。なんかよくわかんない。すいません。本当別にそういうわけないんですよ。食べないというだけで、今までその2つか3つありたうち全然いつも食べなかったので、もう全然食べずに終わっただけでね。アイシアさん食べますね、これ。本当に。ぶっちゃけ言うと食べてます、これ。うん。今までの VTR でも結構ね、ちょっと落として、はい、ありがとうございましたって言ってね、あれするんですけど、
実際のところね、その後全然食べないんです。はい。今回、あ、食べても食べてもこれ。まあ大体ね、6割食べたらもう OK かなと思うんですね、いつも。いつも揚げてる分の、まあ、80g とかでしたら半分40揚げて、そのうち大体6割ぐらい食べたらもう、あ、よく食べたなっていう形でね、一応まあ、よく食べるということで言っています。ただ本当にね、食べない時ってね、なんだろう、1割か2割しか食べないんですね、全体の。半分で1割か2割ですから、全体で言ったらもうね、1割ぐらいなんですよね。で次の日揚げてもね、食べないんですよね、実際の話。はい。あれあれ食べないの？半分以上残してますね。おい。はい、どうぞ、マッシュさん。こういうところにこぼしたらね、取りにくいんですよ。食べないんですか？マッシュ？うい。はい、現状ちょっとね、これ残ってます。はっきり言いまして、食いつきはまあまあ良かったのでね、食べてます。この後またちょっと食べると思いますけども、食べなかったらまた言います。はい。ちょっと時間かかり、今、なんかね、顔洗ってます。なんか知らないですけど、もうなんか満足なのか知らないですけどね。どうなんでしょうね。いつも大変な顔洗うとね、食べないですよね。申し訳ないですよ。スーパー好きだね。スーパー飲むね。うん、やっぱりね、だし仕立てのところは飲むんですけど、どうもね、パサパサしたところがね、好きじゃないみたいで、はい、僕と正反対ですね。僕はどちらかというと、パサパサしたところが好きです。スープのところは好きじゃないんですね。はい、まあ、それは、そんなことはどうでもいいですね。はい、というわけでですね、はい、今回、愛者さんからね、出ております、子猫のための健康管ということでね、はい、ささみ味のですね、こちら、ペーストタイプの、レビューでした。こちらです。はい、缶はね、全くなんかよくわからない感じですけどもね。はい。まあ食いつき的には、ね、他よりも良かったのでね、まあまあ食べるかと思いますけどもね、ちょっと現状こんだけ残してますんで、もうちょっと時間見てね、はい、またね、結果報告したいと思います。はい、ですね、本日のご視聴ありがとうございました。はい。なんか変わってますね。マッシュ食べなさい。はい、美味しいです。さよなら。